りこれじゃない。痛い痛い。こんにちは。パンのお時間です。11月行けなかったから12月。お腹鳴ってる今の。お腹すごいね。お腹すいた。朝ごはん食べたね。今日は珍しくちゃんと早起きしてパンの日。なんかちょっと見た目怖いけど、ハリネズミが可愛かったからこのパン屋さん行くって決めて行ったんです。そしたら中身がちょこちょことあんこ、結局自分が食べれない。なんかちょっと見た目が怖いんだけど。うん、アバさん待って、カリセンも目見てごらん。可愛い目してるはずだよ。怖くない？トゲトゲしてるからでしょ。ちょっと勇気がいるけど、ちょっとさ、顔から食べるの嫌けど、お尻から食べていい？うん。あ、めっちゃあんこだ。食べれないから食べれない。メロンパン、クリームパンしなかった。芋も入ってた。痛いよこのトゲ。攻撃してくるけど、こっちから食べたら痛いんだよね。刺さってくる。あ、そっか、だからか。こうなってくるさ。うん、山頂の山のところに来た。夜だよ。どう？海のそばだから湿ってるかもしれない。うん、硬いパンだからだよ。硬いよね。もちもちだぜ。うん、日あんぱん、ほんのり塩味。うん、めっちゃ柔らかい。タートル、日あんとタートル。小さい時さ、うん、毎週これ見てたよ、6チャンネル。うん、アメリカのテレビよ。うん、全て英語で喋ってくる6チャンネルあったよね。うん、日本語字幕も一切ない。いつからなくなったのかな。なくなったあれ。うん、どう？うん、よ。うん、柔らかい。次、数量限定。食べて。美味しい。ブルーシールなしね。うん。ね。うまい。期間限定。うまいうまい。今日2店舗目とエピシェール沖縄ヤメタン。ヤメタンのイオンの敷地内にあるパン屋さんで、まずこれおすすめ、ロイヤルなんとかで。ヤメタン個別のパン屋さん何個かあったけど、うん、だから
日曜日休みなんです、全部。日曜日閉まってるんですかね。お店が3軒全滅で閉まってたので、もう空いてるところを優先できちゃった、うん、当店一押しって書いてあって、さらに出来たてだった。もう見た目がごっつんです。見える？1軒目の店がさ、うん、割と一つ一つが高かったんですよ。あっちはどうしても高くなるんじゃない？地域の問題。いいね。あ、ロイヤルミルクなんとかってか、ミルクなんて、うん、柔らかいってよ。なんかネジベタベタするけどね、マーガリン、バターみたいな。わかる、周りがなんかついてるんですか、ね、パリパリしてるやつ。美味しい。うん、うん、中もなんか入ってる。柔らかい。うん、すごいね。うんうん、もったいない。でもなんかすごい、そんな感じ初めて。なんかわからん、ベタベタ。美味しいっちゃ、うん、これはちょっとお家で食べるのが楽しみだね。いただきます。ちょっと感動だったっけ。初めてな感じだね。うん、うまい、うまい。ハムと卵サンドと多分チーズ。ワンちゃんのはクロックムッシュ。ハムとチーズソースと卵サンド。なんかでかいね、うん、あ、2枚なのかな。これ誰に食べそうじゃない。食べれそうな気がする。うん、これ温めた方がいいね、絶対。うん、うまい。今日の位置決まったかもしれん。あと2軒あるよ。あと2軒、まだまだ分からんね、うん、ここはね、コーヒー飲みながらゆっくりに行きたいんです、うん、勉強とかさ、編集とかいいんじゃない。 Wi-Fi があったら、うん、絶対さ、あったかい方が美味しいって。こんなにサイズだと思った。あ、もうハムでしょ。うん、ハムって書いてなかった。今から来るのかな。今のところハムは登場しない。これはベーコン。これとかは接戦かな、うん、うまい。今食べたいけど、温めて食べたい。うん、なんでチーズコーヒーって。チーズコーヒー、ベーグルか、チョコレートクリーム。I'm fine, yes. なんか水が入ってらっしゃいね。ムーチーパンで。かわいいんじゃない、見て。クリームパンみたいな。ベーグルがいっぱい。ベーグル食べていいとかじゃなかった。ベーグルは見て、ちぎりパン。こっちは違うよね、パンで、パンじゃないよね。ダメだ。え？マフィンとかもするけど。はい。チーズ食べる？クリームチーズ食べる。うん、これは通りんじゃない？一緒にちょっと食べよう。うん。パン屋さん、今日3軒目。スマイルファクトリーリン。ベーグルがメインのお店だったけど、ふわふわのちぎりパン。ちぎりパン、おすすめのカラメルメロンパン。うん、メロン、うん、超ふわふわ。うん、どっちがふわふわ。潰してしまうよ、持ってるだけで。どっちがふわふわ。さっきのアンパンも、あ、1個目の、あの2軒目のさ、ロイヤル、なんか柔らかい。あ、全然これがふわふわです。うん、この子は何かな、ちゃんと小麦粉ザ、パンって感じ。うん、こんな感じ。この真ん中から食べた方がいいかな。うん、バターかメロンパンの生地かどっちかだよね。柔らかい。この粉のおかげか分からんけどさ、うん、もっと仲良く感じるって、こう口に当たった時にさ、うんうん、飛んでる粉が、うん、周りカリカリだね、うん、柔らかい。真ん中のクリーム美味しいよ。
カスタードクリーム。うん。うん、美味しい。うん。周りカリッカリじゃない？うん。ベタベタするけん。うん。うまいな。さっきあんなにうまいうまい言ってたのに。じゃあそういうんじゃない。うん。食べる。今食べる？うん。じゃあお腹空いてるんだよ。さっきから食べてるけどさ。うん、中途半端に食べてるから全部、うん、満足感は得られていないって、うん、すごい周りパリパリだね。さっきのお店からここに来るまでの間ずっと美味しい美味しいって言ってた。でもまだ1位は決定しないよ。うん、新しいタイプのメロンパン、じゃカスタード持って帰りたい。うん、美味しいんじゃない、ね、カスタード分けてください。うん、4軒目。4軒目は北中。そう、ペース早いね。うん、順調。全部閉まってないからだと思う。全部閉まってる日もあるけど今日は4軒スイスイ行ける時もある、うん、暑い。フランスボール。ああ、スリのパン屋さん。ね。あのクロワッサンのお店。で読みたいの？もうあれが買ってしまった。ね、もう他のお店のパン食べなくて。スクランブルエッグになる。カスタード食べる、うん、もうこれが食べたくて仕方がなかったって。うん、4軒行きました。まず、うん、美味しかったパン、お店じゃなくて、うん、パン3位まで行っています。うん、3人一でどうぞ。うん、決まったよ。じゃあまず第3位、うん、茶谷町のカラメルメロンパン。何かものさ、あのチョコのパンと迷ったけど、うん、あのカスタードが美味しかった。うんうん、前なんかね。うん、第3位は同じ。うん、じゃあ次、うん、第2位、うん、第2位はヨミタンのこれ、ロイヤルなんとかミルク、ハンバーガーみたいって書いてました。うん、第2位、うん、誰、うん、誰の、うん、私はライカムの、ライカムだな。あ、塩あんぱんきなこ、
塩きなこあんパン、うん、あれです、うん、きなこが意外と美味しかった、うん、あんこときなことちょっと塩っ気、最強なことに気がついた、流行る第1位、うん、第1位はさ、やみたに食べたさベーコンと卵サンドが入ってるやつ、あ、美味しかった、デブの素だ、デブの素だと美味しすぎてあんちゃん今食べてる1位、あ1位、なんか飛んだよハムか卵か飛んで向こう側に行きよったよ、フレンチトーストみたいのにチーズと卵をサンドとハム、これを温めて食べたすぎて、もうその後から何も考えてなかった、うん、あまりにも美味しすぎた、じゃあ、うん、お店の今日行った4軒のお店の1位は、お店の1位もう決定って、せーの、いせーので、やみたん、やみたんエピセール沖縄やみたん、美味しかったって、うんうん、美味しかったよね、うん、合わせにもあるみたいだけど、うん、ちょっともう北部らへんが行けるチャンスが限られて、かつ日曜日空いてね、申し訳ないけど断念して、総選挙、次回総選挙でまとめる、うん、次回総選挙で今月もう一回行った時に、うん、今年の第1位を決める、私がもう一回行きたいなって思ったのは昨日のなんとか工房みたいな、あんバタの、バタので、もう一個ギノワンのほっぺパンだった、うん、で、この読谷の今日のとコーヒー屋さんの反対から読んだのなんだった、あー、米だな、うん、他に行きたいところある？読谷のこのパン屋さんとさ、うん、米だのコーヒーのパン屋さんとさ、クリーニーだ、クロワッサン飲みたい、じゃあもうちょっと行くんだったら絞ってからかな、うん、3つぐらいで1日で回れんから、そんないろんなところ場所ね、うん、今日は達成感のある1日だった、朝昼晩パン食べる、うんうん、じゃあ次回総選挙トーナメントします、トーナメントじゃないでしょ、もうの最後よ、ファイナル、うん、もう一回あっち行ってとかあるしたら教えてください、うん、もう一回行ってほしいところ、うん、ということで、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。